皆さん、ご歓談中でございますが、楽しんでいただいてますでしょうか。イエーイ、ありがとうございます、これから後半戦に入らせていただきます、後半戦はですね、もうあの私の、まあ、今友人の、こちらにいらっしゃる加納さんっていう方がいらっしゃいまして、加納さんは私があの大久保ファミリーとお付き合いするようになったのはもうこのかれこれ20年ぐらいなんですけど、大久保ファミリーのその大久保さんお父さんに、ご紹介いただいて、そうですね、6、7年なんですかね、お友達になってから。聞いてますか、ベロコさん。聞いてないですね。そういう関係で、6、7年前にお知り合いになったのかな。それでやはり音楽好きだということで、どんどん音楽好きというか音楽好きエンドお酒好きということでですね、すぐに意気投合いたしまして、このようにですね一緒に会に時々参加していただいているということでございます。今日来ていただいているのが、メンバーのあれですか、リーダーはベロボさんなんですか。一応ね。ベラボーさんっていうのがあの、まあ、ニックネームでございまして、みんなはもう加納さんとは一切言わずにベラボーベラボーっていうこうね、ベラボーさんと呼んでおります。リーダーのベラボーさんです。そして一緒に来ていただいてますギターは酒井さんです。それからベーシストは背の高いベーシストは足立さんです。いつもなんか3人で、やられてるらしいんですけれど、メンバーの名前は、ちゃんとオーバータイムスという名前だから言ってくれ、ベラボートリオじゃダメだということでわざわざメールが来ましてですね、オーバータイムスの皆さんと3人の演奏でございます。どうぞ拍手お願いします。
これは南雅人という人が作った、大昔に作った約 4,50 年前ですかね、まあ解説をすると、そういう歌でございます。次もね、次もちょっとブルースっぽいやつで、とりあえずノリがいい曲を。次は西岡恭三という人が、有名な女優さんのために作った歌で、ぷかぷかという、俺のあんこはタバコ好きで、いつもぷかぷかぷか、体に悪いからやめなって言っても、いつもぷかぷか。空から降ってくるって言う、ちょっと酔っ払ってますね。幸せってやつが値に分かるまで、ほったらかして、いつも
楽しき
やすき見てに守られて、いざや楽しき俺がいた。
夢なら早く覚め、全部ビールや焼酎のやウイスキーのピーター
ですよ、皆さんでした。盛大な拍手をお願いします。言うの忘れてた、あの、我々、8月13日の、土曜日にあの、ライブやりますんで、ぜひよろしかったら こちらに置いていきますから、あの適当に、え、中野でございます。